ああ俺はもう先生に当てたとかね、先生に取ったとか、そういったことでもすぐに頭でっかちになりがちで、でも決してその取らしちゃダメ、一度も取らしちゃダメ。そのためには自分自身ですね、それに対する稽古をいつもやっとかなければならないということですね。だからというにその上を求めてないと本当の当てを体に最後まで教えるということはできないと思います。だから常に私自身もその隠れ稽古といいますか、自分で稽古を一つしたいですね。この公演には公害に悩むロンドンとはとても思えないしっとりとした自然がある。市内の小さな教会を借りて道場を開いている。日が暮れると稽古着を抱えた学生やサラリーマンが集まってくる。金髪のロンドン娘もやってくる。この道場に来る弟子の数はおよそ80人。その熱心さは日本の道場に引けを取らない。先生、你来。弟子たちも一生懸命だが、それを上回る江上さんの気合のこもったでかい声が飛ぶ。次の世界選手権ではきっと日本を倒してやろう。イギリスの空手を世界一に育て上げることが自分をここまで育ててくれた祖国日本への恩返しだと江上さんは考えている。イギリスの場合ですと非常に理屈っぽいですね最初。我々日本である程度まで教えたら あとは自分で取得するという形の教え方ですね。それが通用しないということです。結構もうなぜということでもってね聞いてきますんで、非常にもういろんな方面からですね説明しないと納得してくれません。ただその蹴りはこう蹴れと練習してれば蹴れるようになる、本当に威力に出てくるというようなことじゃダメなんです。なぜこういう蹴り方をすれば威力が出るかということまでいちいち説明しないと分かってたわけですね。だからその辺で非常に最初からですねここに行って逆に勉強になりましたらしいですね。で最初の基本の本から全部読み直したような形で、だからちょっと理屈っぽいけど一度そういったものが分かりだすと入ってきますね。本当に我々のその世界というものに入ってきますね。もうただその空手を一つでね強くなるとかなんとかっていうんじゃなくて、まずその空手をやれば全身運動だから健康になる。それと必ず私はあなたに約束すると、あなたは今よりも絶対に美人になるということを言ってですねやってるんです。それはねもう
私自身信じております。若さを保てます。おるおるおる、キープ。そうかそう、もうほれほれ、はい、キープに、リラックス、リラックスだな。行けんぞ。みっきり3時間、江上さんも弟子も力を使い果たす。久しぶりの休日、江上さんは競馬場に姿を見せた。江上さんは弟子たちの間でも有名な競馬ファンである。好きと言っちゃなんですけど、好きですね。 馬のね、その馬が好きです。僕はその競馬ギャンブルを度外視にしてね、大体ですね、引き馬場で馬を見たらですね、その時にもいい馬っていうのは分かるような気がするんですよ、私なりにね。だからどういうんですかね、空手だってですよ、本当に大きく見えるやつがいますよ。そういう時は必ずいい成績残しますね。そういったっていうのは大きく見えてきますね。まだって同じですね。下手の横突きという言葉もある。彼は今日10ポンド8500円を吸ってしまった。この間なんか黒帯を一人来ました。だけどうちの空手じゃなくてどっか外人に習って黒帯取ったらしいです。江上さんが家に戻ると客が待っていた。彼の片腕としてイギリス北部の道場で教えている加藤さんである。自分黒帯外して初めからスタートするか、それとも6球ぐらいからスタートして黒帯まで持っていくか決めれて一応言うてありますけど、どうしたらいいですかね。それはね、外人だってそのよくわからないような外人だろう、はい、そういったのたくさんいるんでもね、そういった場合ね、どうしても我々の正しい空手だね、正しい空手を真面目に本当に今から始めたいと言うんだったら、段のことはそれでいいと思うんだよ。だからこういう言い方したらどうだ、彼にね、黒帯はそのままで良いと、その代わりそれは我々が認めたんじゃないんぞと、君は我々の下でね、黒帯を取れるまで我々は待つとね。江上さんの受け持つ道場はイギリス全土に100カ所以上、生徒数は8000人を超える。だから1月の半分をロンドンで、残りを地方の道場で過ごしている。